ノーマン・チェレビジ・ハン、ノーマン・チェレビジ・ハンは、20世紀初頭のクリミア・タタール人の民族運動家、政治家。1917年のロシア革命時に、クリミア人民共和国の設立を宣言し、初代大統領に就任した。クリミア・タタール民族の英雄として知られる。チェレビジ・ハンは、1885年に、クリミア北部地域のペレコープ地境にある、ブユク・ソナク村にて、 父イブライムと母自販車の間に生まれた。父のイブライムはドーソ村にあったモスクのイマームを務めていた。農村部の学校で初等教育を終えた後、おじの助けを借りる形で、アクチョラのマドラサであるギュリュムベイメドレセに就学し、後にジンジルリメドレセへ進学した。その後、1908年にはオスマン帝国首都であるコンスタンティノープルのベファーリセへ留学する。 コンスタンティノープルでは、クリミアからの留学生が多く住む、カラギュムリク地区に滞在し、ベファーリセ卒業後は、同地の法律学校に通学。やがて1910年に友人であるジェファー・キリマーとアビブラーテ・ミルジャンの2名と共に、青年タタール人作家協会を設立する。コンスタンティノープルでは、作家協会の他に、クリミアタタール人学生協会、 祖国といった組織を設立し、後に政治組織である民族党を設立するが、社会主義を広めたとして、同帝国の警察に一度逮捕されている。コンスタンティノープルでの留学後、彼はクリミアへ1912年に帰郷するも、1913年からロシア帝国へ赴き、サンクトペテルブルク精神、神経研究所の法学部へ入学している。 第一次世界大戦の勃発と同時に彼はキリマーと共にクリミアに戻り国家闘争の戦略を立てつつ1917年のロシア革命を迎えることとなった。一方、クリミアの政治組織が同年の2月革命後に地下活動を止めて大々的に行動を起こし始める。さらに3月からクリミアムスリム議会が開催され、 暫定クリミアムスリム実行委員会が設立されることとなったが、その議長として彼が選ばれることになり、チェレビジハンはクリミアのイスラム教徒で最初のムフティとなった。そこから、チェレビジハンはオルグンの代表としてクルル隊のメンバーに選出されている。1917年6月23日、チェレビジハンはセバストポリの隊長法活動によって逮捕されるが、 クリミアタタール人たちが彼を擁護して抗議し、五千に上る異議申し立ての署名を確保したために彼は、すぐ釈放されることとなった。同年7月には、民族間で秩序を維持する独立したクリミア国家の実現へ向け、イスラム教軍の形成を求める狙いで、ミッリーフィルカを設立。その年の後半の10月2日には、議会にて、 イスラム教徒による執行委員会の再編のためのプログラムを解説、彼は、クリミアの人々のためのクリミア半島というスローガンの元同半島における領土自治の実施への参加を任されることとなる。10月25日には、ペトログラードでのボリシェビキクーデターを非難し、すべての社会主義党が参加する革命政府の設立を提唱した。11月26日に、 シンフェロポリで開催されたクルルタイでは共和国の主犯として選出された。同年、彼は自身はクリミア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシにおけるイスラム教徒の最初のムフティであると宣言している。しかし、1918年1月には内戦を優勢に進めるボルシェビキがクリミアを掌握し、チェレビジハンイカ共和国の指導部は逮捕され、国家は滅亡した。 チェレビジハムは1月26日に逮捕された後に飛行機でセバストポリへ連行。2月23日にセバストポリ刑務所へ投獄され、裁判を改定することなく同士で銃殺される形で処刑された。後にその遺体は国会へ遺棄されている。政治家としての経歴だけでなく、タブリダムスリム州務局のムフティーも務め、詩人、作家としても知られる。 テレビ自販作の詩アント・イットコンマンはクリミア人民共和国の国家として制定されたものだが同国滅亡後もクリミアタタール人の民族家として今日まで広く歌われている。また彼はオスマン帝国滞在中にクリミアタタール人の学生と共にイスマイル・ガスプリンスキーと2回ほど会していたことが明らかとなっており今も クリミアの歴史における重要なポイントの一つとして語られている。2016年に設立された軍事組織の一つであるノマンチェレビジハン大隊は彼の名にちなんで命名されている。クリミアとタール人の活動家たちは彼に敬意を表する形でクリミア半島の風鎖にこの大隊を指名している。2017年4月7日にシンフェロポリにおいて テレビ自販が働いていたとされる歴史的な建築物で記念式典が厳粛に開催されており、2018年2月22日にはイーチニャの鉄道駅であるイーチニャ駅にて彼の名を冠した記念碑が建てられている。ぜいぜい。2020年8月30日閲覧。2020年8月30日閲覧。ありがとうございます。